では行ってきます。行ってきまーす。駐車場が見えまーす。わあ、すごい。あ、すげえな。あのでかいのがこれがオサンベだね。雨が降ってきました。ちゃんとした立派な避難小屋だね、うん。ちょっと中覗いてみましょうか。おさんべさんぐらいまで行ったらお昼食べるよ、うん、じゃあ次は、おさんべさんからこさんべさんに向けて歩いていきます。どれくらいかな、1時間ぐらいかな、うん、とりあえずさっきの展望台ちょっと行きたいね。そうだね、展望台行こう。展望台、うん、わー、全部下だ。あ、こさんべさん見えないんだね。あ、隠れちゃってね。なんて気持ちのいい道なんだこれ。楽しいね。これこれこれがもうやっぱり めちゃくちゃいいよね。こういうのがいいね。こういうのがいいよ。でもここでも多分 1000m ぐらいあるんだろ多分。そうだね。うん、あ、めちゃくちゃいい。あ、めちゃくちゃいいわこれ。分岐やねこれね。右に行ったら西野原か、うん、で左が大木沢、大木沢の先に小三部があるので大木沢に向かって行きたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。でも太陽がなんかちょっと寒いな。一気に気温下がんね。何あれ、天空のベンチやんか。すげえとこにベンチあるなあれ。あ、あった、天空のベンチ。若干高めなんだけど。天空のベンチですね。小三部見えたよ。あ、小三部すごい。綺麗だね絶対あれ、うん、これから歩くちょっと結構下るねこれ、うん、結構下るね、嫌だね。一旦下るけど嫌だな、また登らなあかんねんの下ったらな、うん、草ほど嫌いねこれ。本当に小三部がよう見えるやん。ああ、目線でございます。あ、まだ遠い、まだ遠いな、おい。まだまだ下るね。あ、下るな。だいぶ下らすな、これ。うん、小三部山から小三部山に向かう途中の下りは
かなり急です。危ないよ、うん、ちょっと行かれる方は気をつけて下ってください。足場が悪いです、うん、相当足場悪いです。やっと長い下りが終わって少し平らになりました。あーよかった、はい、めちゃめちゃ急でめちゃくちゃなんかもう足場悪いしね、うん、あれはちょっと怖いわ、時間かかるし、なんかメサメサあれだね、どっからとも見えるね。見えるね、まあ分かりやすいというかね、うん、うん、わっやっと見えたん、小三兵衛、小三兵衛やっと、あまだでもちょっとここ登、結構急だね、結構登るね、結構、うわこれもでも登るしかないね、結構急だなおい、うん、よし、でもあそこに行かんとご飯食べられへんからな。そうだよ、行きましょう、うん、ちょっと道悪いね、あ登りにくいな、超登りにくいぞこれ。急登終わったな、やっと。よっしゃ。もうちょっとだ。あ、なんかほら、先端の目が見える。よっしゃ。まあ、下りが急すぎるやで。あしましたね、やっと、小三兵衛山頂到着しました。あ遠かったな、醤油ラーメンを食べたいと思います。やっとご飯にありつけます
ではお昼ご飯も食べたので孫三兵衛に向かっていきたいと思います。はい、孫三兵衛まで35分。ちょっとテイクス。それではお昼ご飯も食べたので孫三兵衛に向かいたいと思います。はい、孫三兵衛までは35分。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、Let's go。孫三兵衛のあれはね、あの山頂部ちょっと笹原っぽいね。小三兵衛から下ってきました。あとはこの目の前にある山が孫三兵衛です。孫三兵衛もとても急でございます。本当に侮れません、これ。あ、山頂が見えた。山頂見えるよ。あ、本当だ。もうちょっとだ。でも急だな。めちゃめちゃ急だって。着いたんじゃない？着いたな。孫三兵衛。孫三兵衛到着です。くわーら。あ、お疲れお疲れ。孫三兵衛907メートルです。疲れたな、うん、ちょっとベンチに座って休憩しようか。はい、疲れたわ、うん、ちょっと休憩。はい、あーじゃあ、あーでもあーね、小三兵衛山頂綺麗だね。綺麗ね。うん、大平山まで30分はいです。じゃあ大平山まで行きましょうか。はい、はい、また急な下りが、はい、待っております。下っていきましょう。はい、笹のほんまこれ、笹のお化けだわ。そうだね、長かったね、ここまで。よかった、畑さん。大平さん、お疲れ様でした。綺麗だね。うん、綺麗だね。お、立派な。立派なやつ。立派だね、これね。
854メートル。いいね。東の原展望テラスです。今日は島根県の三瓶山に登りました。前々から登りたくてやっと登ることができました。で、今日はどこからスタートしたっけ。東の原から反時計回りに目三瓶、お三瓶、小三瓶、孫三瓶の順番で縦走をしました。全体的にすごい景色が良くてとても楽しかったです。でもちょっとコースは結構険しいのであんまり初心者にはお勧めできません。ただ景色は本当にいいです。ぜひ登ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。